にちは、レイナとレイジです。イエーイ。はい、今回は国話型を紹介したいと思います。イエーイ。見て見て、ちっちゃい。何センチ？ちょっと何センチか、ちょっとね、3センチくらいのクワガタです。うん、ここはが痛いクワガタ。痛い。ちっちゃい。かわいいでしょ、これ。あ、かわいい。かわいそうだから挟まれ。痛い。そうだよ、この子ね、怪我してるんだよ。そう紹介したな。うん、この子の特徴ね、なんか角がなんかピキーン。ほら、角かっこいい。ほらじゃないよ。見て、近い。で、こうやってやればいい。見える、これ。見える、 YouTube って。これでこのコクワガタね、あれちっちゃいけど、もうこれ大人なんです。ほら、大人。ちょっとね、クワガタがよく見えない。うん、クワガタね、これちっちゃいよ。ちっちゃい。レイズ、ちょっと待って。ほら、あお、下。で、3センチぐらい。さっきも言ったでしょ。ほら見て、ポーズ。皆さんもね、クワガタとなんか。カブトムシのことを知りたいんだったら、昆虫の本であれ知ってください。どこ行くの？もうちょっと早く来てください。めっちゃでかい。全然違う。挟まれちゃうよ、これ。大きさ見て、でかい。大きさ全然違います。はい、次はノコギリクワガタ。ほら見て、ノコギリ。うわ大きいね。コクワガタより、うわ、このコクワガタより大きい。見て、かっこいい。ほら警戒してる。わ、大きさは全然違う。あ、危ない。1,2,3 個分と。全然違う。ほら、あ、震えてる。でで、寒いんじゃなくて交尾するんだな、これ。うん、怖い。指を入れてください。指入れるわけねえだろ。うん、わー、すげえ。横から見て、わー、見て、掴んでる。そんな強いの？うん、強いよ。知ってる。ほら、すげえ。顎。顎？うん、だってこれ顎だよ、顎。うわ、破壊したよ。すごいビビってる。危ないよ。こいつ元気だね。あれね、これカブトムシのね、カブトムシはね、こいつ蹴散らしちゃうんだよ。どういう意味？蹴散らすってさ、なんか投げたり、ぶちぎったり。で、見て、ほら、すごい顎。ほら、こっち。ほら、見て、でかい。近づけちゃダメ。すごいポーズ。真ん中。見て、すげえ。ほら、見て、指近づいて、音立って出るとね、こっちに来ちゃう。ほら。おお、見て皆さん、これね、危険ですよ。あれね、挟まれたら血とかね、出ちゃうよ。カブトの血。あれね、あれもっと大きいね、なんかパラワンの平たクワガタってね、あれこいつよりももっとでかいんですけど、あれ指取れるぐらいなんだよ、人間の骨取れるし。危ないですね。だからクワガタにはちゃんと知ってから持ってください。ほら、こんなふうに持っちゃった。ほら、お兄ちゃんから教えてもらった。
これ見て、かっこいい。何してんの？自分の角ボンって言ってる。そうだよ、綺麗にしてんだよ。見て、ほら、すごい警戒警戒。ちょっと見て。出て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 。はい、マリーゴー。出て出て出て。いやー、追いかけっこだ。あ、危ない。今日の動画はここまでです。はい、よかったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントお願いします。はい、最後にバイバイ。最初はグーじゃんけんぽん。あ、チョキチョキ見て、チョキバイバイ。見て、ハサミたがってるよ、ほら怖い。バイバイ。全然怖くない。バイバイ。